太一とパンコの音楽、これがパンデロだ。イエーイ、イエーイ。見てるか。これがパンデロだ。いや、パンデロってこんな音するんですね。そうなんです、ね、はい、今日はあの新発見、前回出演していただいたあのー、はい、コウさんのパンデロの師匠である、はい、三谷明和さんにお越しいただきます。よろしくお願いします。ね、もうネットであれですよ、個人攻撃ですよ。でも僕はね、あのこのさ、この間の音楽を見てからですね、物申すと思いました。見た瞬間に、あ、パンデロ叩いておるなと。で、動画も見まして、ちょっとこれはもう僕も行くしかないなと、無理やりこうねじ込んで出させていただいているわけですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうね、あの、パンデロって、あ、俺も、俺らの知ってるパンデロとちょっと違うなと思ったら、こっちがホットだったんですよ。そうですね。あと、こ、コウさんでしょ。コウさん、そう、まあ、ぜひそのコウさんの見ていただいて、そうですね、この回も見ていただけるとね、すごさがね、違いがね、自分で言っちゃったけど、すごさでも本当になんか、あの、いろんな音がするというか。そうなんですよ。あの、パンデロってですね、まあ、高音から中音、低音出る、まあ、いわゆる完全楽器っていうか、まあ、これ一台で、まあ、何でもできるよというのが、まあ、一応一つの売りになってるので、そこら辺を、まあ、今日はちょっとご紹介していただきたいなと。で、あとの楽器でもね、はい、やっていきたいと思います。この絆創膏貼ってますね。そうなんです。これ穴開いちゃってね。あの、これでシンバル叩いたりするんですよ。その時にヒットがうまくバシッてやったら穴開いちゃって、ちょっと怪我しちゃって。怪我が荒い。そう。まあでも、もともとそのブラジルの楽器なのでですね、まあ、そんなにこう繊細な、ね、扱いしなくても、まあ、いいかなっていう。荒っぽい感じ。そうそうそう、ね。はい、僕とね、あの、はい、三谷さんは実は前にお会いしてて、そうなんですよ、ね、対バンしたことがあるんですけど、はい、もうね、2年前なんですよ、あれ2年前ですか。ちょっとね、見たら、はあはあ、きなこちゃんってシンガーソングライター、はい、女性ボーカルギターの、うん、でもね、最近はもう太鼓も叩くし、そうですね、やる方いるんですけど、あの、きなちゃんがですね、あの、デュオ祭りっていうの、春のデュオ祭りっていうのをやってる。あれ、春か、春のデュオ祭り。そうで、2人組を4組集めて、うん、で、三振プレイヤーのね、若い子たち、あの三好さんの、僕はチューバとギターのデュオを出たんですけど、うん、歌と太鼓というユニットで、はい、きなちゃんと三谷さんが出てて、はい、まあ衝撃でしたね。衝撃でした。何が一番衝撃で、まあ一番最初に思い出したのは、落語の古典と、落語の古典と、はい、あのパンデイロと、はい、の融合っていうのね。そうですね、そう、落語のジュゲムっていう、はい、ありますね、あると思うんですけど、あれをこう、ジュゲムって長い、名前長いでしょ、うん、あれを全部音符に置き換えて、うん、パンデロと歌でやったんですよ。あれはちょっとね、圧巻でした、うん、超すっげって言ったら最後ね、決めになるっけって、そう全部決めになってそうそんなのやってましたね。やってました。もうあれは衝撃的でした ね。そこで知り合って、そうで、ゲストはあの三谷さんに決まった時に、あのトラゲットから、プロフィールが送られてきて、なんと誕生日が一緒だったっていうですね。あ、そうですよね。ネベはあの3歳先輩なんですけど、2月4日、はい、我々は立春のね、立春の、あの2月4日って他に誕生日一緒の人知ってます？あの、僕のバンドのメンバーの嫁が、あ、すごいこうローカルな話で、むちゃくちゃいや、いいですよ、めちゃくちゃローカルな話で、全然わかんない。それもなんかちょっと2月4日なんですか。2月4日なんですか。じゃあ2月4日でバンド組めるかもしれないね。いいの？2月4日の、私2月17なんで、あ、ちょっと近いんで入れてもらって、上、自分水亀座、あ、今水亀座だったらね、そう、水亀座だったら全然 OK、 OK ですか、大丈夫。あの、結構ね、2月は、あの、前もこんな話があったんですよ。意外とミュージシャン多いっていう。ああ、そうですね。でもやっぱ誕生日って、やっぱその性格とか似るんですかね。あると思いますよ。まず冬生まれっていう時点でね。あ、確かに。ほら、冬にこう、あの、俺結構好きなんですよ。あの、寒い、暑いよりも、寒い方が好きし。俺も。で、やっぱね、それってほら、ちょっと誕生日があるから思い入れもあったりとかするでしょ。夏とか早く終わればいいのに。そう、俺ね、本当にね、これ全然賛同されないんですけど、すっげえ暑い期間が2週間だけあっていい。あ、分かる分かる。あとは秋と冬と春。春も俺あんま好きじゃないから。そうなんですか。そう、なんかあの、ちょっとどうしていいか分かんない。胸がそわそわしちゃう。そう。でも10月の後半から11月のちょっと肌寒くなってくる頃とたまんないですよね。もうたまらないんです。何が言ったらね、あの、ご飯が美味しい。ああ、そう。まあね、
でもさ、でもさ、それ一年中俺美味しいんだけど大丈夫か。俺みんな秋になると俺夏でも美味しいんだけど大丈夫かなって思ったりしてるんですけど。でもなんかなんかね、秋から冬にかけての食べ物はなんか美味しいのが、まあ、確かにね、多いな。やっぱり蕎麦もそうだし、日本酒も ね、そうですね。まあそうやって先ほどもちょっと高さんの話も出ましたけど、高さんが出た時にですね、ショーロのバンドやってるんですよ。ああ、ショーロね。で、僕はショーロはクラリネットとか、ね、クラリネットね、ギターが入ってるっていうのがあるんですけど、ショーロンポーというバンドをやってて、でもそれも管楽器と太鼓だけで。そうですね。で、ショーロっていうのはポルトガル語で言うと泣くって意味なんですよ。泣くで、そういう、ちょっと哀愁があるメロディーとかを、やってるんですけど、いわゆるクラシックと、それは割とこう、民族的なリズムが融合した、ヨーロッパとかアフリカが融合したような、そういう編成だったりするんですけど、だから普段木管とか、弦楽器が多いんですけど、僕ら小籠包はですね、そういうの一切入れなくて金管楽器と、このパンデロだけでやってるという、非常にこう世界でも珍しいと思うバンドなんですけど、和気あいあいとやってるんですけどね、なんかこう消費カロリーの高そうなバンドですよね。そうですね。で、その小籠包という名のごとくですね、高円寺に来たらですね、もう必ず中華料理屋さん行って小籠包をみんなで食べてからライブに臨むというのを最高ですね。チャレンジしてる儀式ですね。儀式ですね。そうなんですよ。チョーロっていわゆるブラジル音楽の元になっ元というか一番こうなんですか、オーセンティックな、そう、古い音楽ですよね。だサンバよりも全然歴史は古いので、そういう意味ではちょっと古式ゆかしい部分ももちろんあったりするんですけど、若い人たちももちろんやられてますし、そういうところで、僕らもその一横になってですね、日本っていうところでやってるんですけどもね、なんかこうジャズをやる人はもうサンバやボサノバっていうのは、ジャズの土台からこうアプローチする人っていうのはいるけど、なんかこう小路にまでたどり着く人ってなかなか、そうですね、日本でこう広く紹介されたりとかっていうのなくて、割とこうなんていうんですか、ジャズフェスティバルというか、そういう音楽フェスティバルとかで小路のグループとかが出演してるとかで見ることはあるんですけど、そうですね、なかなかボサノバやサンバまでは行くけど、その先っていうのを掘り下げないっていうのはね、なんか確かにそうですね、あんまりだから知られてないかもしれない、ですね、なんかおすすめのありますか、今をこうときめく、もちろん古典の作品と今をときめく現地の、そういう生かしたショーのバンド、なるほど、なんかあれば僕全然詳しくないんですよ。あ、そうなんですか、あんまりそうでも、いわゆるショーロの、神様、このパンデロの神様って言われてる、ジョルジーノ・ド・パンデロっていう名前にパンデロがついてる人がいるんですけども、その人が所属していたエポカジオーロっていうバンドがあるんですけど、それがショーロの本当に老舗のバンドなので、それ聞いとけば間違いないであろうと。エポカジオーロですから。チェックしてくださいね。でも今、小籠包とその歌と太鼓、キラちゃんとやってるやつ。他にもどんなのバンド？そうですね、僕は割とその小編成のバンドもよく多くやってて、例えば、ピアノと、スチールパンとパンデロっていう、なんかいいですね。赤道に近い感じ。赤道にもうキュッとしてる感じなんですよ。それこそその名前もですね、パンピーパンって言いまして、そうスチールパンのパンとピアノとパンデロでパンピーパンという、そういうちょっとユニットやってたんですよね。だからあんまりブラジル音楽に偏ってはないんですけどもね。きなちゃんとやってるのなんかブラジルのブの字も出てないですね。天城越えとか買い物武器とかやってます。すごいですよね。そうなんですよ。で、小籠包も割とオリジナルを、それぞれオリジナルをかけるのでやったりとか、それこそ演歌を小籠っぽくアレンジしたりとか、そういうのをやってるので、多分普通に、小籠ってなんだって聞きに来られるよりかは楽しいと思うんですけども、ちなみに近くライブは？近くはですね、よくぞ聞いていただきました、6月4日の月曜日にですね、高円寺トラゲットさんでですね、こちらでですね、夜の何時からか、8時かな、7時半か、それも編集がすべて、なるほど、ビャンとこのビシッと小籠包っていうのがここにドンって出てくる。
はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、6月4日です、6月4日です、6月4日、よろしくお願いします、はい、さあ、それでは、次のコーナーではですね、はい、そのパンデロ、はい、および他の三谷さんが、愛する会場の人たちを、ちょ紹介するコーナーに移っていきたいと思います、はい、はい、はい、では音楽的楽器演劇、はい、これがパンデーロだー、第2弾第2弾、先ほどもあの冒頭でちょっと、はい、紹介してもらいましたが、はい、ちょっとこう詳しくこれの楽器を詳しく、三谷さんに詳しく、ああ、まあ、要するにタンバリンなんですけど、普通のクラシックのタンバリンと何が違うかっていうと、この革が、これヤギの革なんですね、そう、ヤギさんの革なんです、で普通のタンバリンとかは、まあ、牛の革だったりするんですけれども、うん、であとジングル、これが、普通のカラオケにあるタンバリンとかだとこう逆にくっついてる、あ、確かにそうだ、そうそうそう、でこうやって振るとすごいチャキ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 やっちゃう音するんですけど、これはそんなに音がしないので、まあこういう風な音色になってるんですよ。で、あのタンバリンってそれこそそのヨーロッパも中近東も一つの国に一つあるんですよ、タンバリンが。あ、うん、名前、タンバリンになる楽器がっていうこと、ね。そうそうだ、大きさも奏法も全部違うんですけど、はいはいはい、その中でまあこのパンデロだけなぜかこう横にして叩くんですね。他はこうやって立てて叩いたりするんですけども、うんうん、まあこうやって横にしてこうやって叩くタンバリンは世界広しといえどもこのパンデロしか、ないんじゃないかなと今のところですよ、うんうん、そんな違いがあるんですね。そんな違いがある、だから一つタンバリンって言ってもだからそのいろんな種類がありまして、うん、その中でもまあ割とこう、うん、その横にして叩くっていう、うん、特徴がある。まあ、あの農機具のふるいってあるでしょ、 あ、はい、あそこからまあ来たんではないかと言われてたり言われてなかったり、言われてなかったり、なかったり、まあ、諸説ある、まあ、諸説ある、そうそうそう、意外とねその農作業と楽器とか民謡とかっていうのは切って見合わせない ね、 そ う、 ね、まあ、そうそう、そういうところもあると思いますね、うん、絶対ね、うん、で、まあ、これあのブラジルの楽器なんですけども、僕が使ってるのはこれ実はあの日本の京都で、はい、京都、そう、京都で作ってくれてる方がいて、でその僕工房に行ってよくお邪魔して、はい、作ってもらってるんですけども、各職人の方でね、元でブラジルの楽器を作ってくれるんですけども、でもブラジルってね割とこの木 の、 あの切り方とかが雑だったりするんですけども、さすがにこう綺麗で、日本の匠の技ですね、そうそう、それそういうところで作ってもらってる楽器なんですけど、この木もなんかすごい家具のなんかいい、そうなんですね、いい木材が、いい木材が、うん、そうそうそう、でこれが作ってもらってもう6、7年経つんですけれども、はい、年季入りまくってます、ね、年季、そう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 、うん、なんかもう血と汗と涙とね、もう全部僕のよだれが全部入って人が触りたくないような、なんか触っていいのかな、6、7年でこういう風になるっていうのはね、そうですよね、なんかもう満を持してなんてことでしょうって言って劇的にビフォーアフターですね、そうそうそうそ う、 そう、ね、だからあの前回ね、あの後継血が叩いてたパンで、うん、あれまた白かったと思うんですけども、はい、あれがこうなるわけですよ、なるほど、ちなみにあのパンコがいつもね、あの来た男性のゲストに聞く、うん、あの何でしょうか、質問があるんですけど、はい、してもらっていいですか、パンディーロは何個持ってらっしゃいますか、うん、僕はですね、はい、数えたことないんですけど30台近くあると思います、家にちょっと今までにない、はい、でしかも僕あの部屋のですね各所に置いてあるんです、はい、だからトイレにも置いてあるし洗面台にも置いてあるし、まあさすがにお風呂はないですけど、あの台所にも1台、ベッドにも1台、あそれはなんか気づいたらすぐみたいな感じな、そう気づいたらすぐっていうか、もうずっとこう叩きながらこうでトイレのやつを持って帰ってくるみたいな、ぐんぐるぐるぐる、あー乗ってるでしょ、循環してるし、ね、そうそうそうです、これはちょっと今までに、なんでこれ聞くかっていうと、はい、そもそもが僕の楽器遍歴の時に、はい、大さんそういえばギター何本持ってますかって聞かれて、はいはいはい、まあ、10何本ぐらいかなって言ったら、うん、浮気しようみたいな、いや私、うん、そうですね、何本持ってるんでしょ、1本、あ、1本なんだ
やっぱ誠実なの？いや、そういうわけじゃないんですけど、そういうわけじゃないんだ。でもそのなんか、いっぱい持ってるなと思って、なんかでも楽器によるのかなって最近って思ったら、この前の塚本勲さんは1本しか持ってない。そうなんですよ。やっぱ誠実なのかしら。どうなんですかね。2月4日はやっぱり楽器いっぱい持ってる方が多いとか。そういうあのね、アンケートそうそうそう、ちょ、言い方ね、浮気症って言われたら、決して否定はできないですけど、浮気症じゃないかなと思ってくる。あの、そうそう、探求心があるの。探求心まとめてくれましたね。じゃあ今度から浮気症って言わないで、探求心があるんですね。そうそうそう、あのね、長所と短所っていうのは裏返しなので。そうなの、楽器いっぱい持ってるからといって決して浮気症ではないってこと、僕はね、声を大にしていたいですね。ということでございます。今全国の楽器をね、好きで買ってる人今勇気づけられましたね。勇気づけられましたね。こんなに1回目の大地さんのその話の時の話がこんなに引きずられると思ってた。いやでもここでほら、軽い感じで11回目にして、いや解決を見たという一つのね、答えが出ましたね。これから探究心があるということに、でね、してよろしい。ただこれはあのプロミュージシャンに限りますからね、皆さんあの良い子は真似しないでください。かといって買いまくるとですね、家庭が崩壊する可能性があるんですから。そうなんですよ、ね、プロミュージシャンに限るっていうことで ね、 ね、そこはね、そうそうそう、ね、まあ、僕ファンデロだけじゃなくてですね、うん、いろんな楽器を、叩いてるんですけども、まあ、今日はですね、まあ、打楽器、いわゆる一つの打楽器だけじゃなくてですね、うん、まあ、いろんなこう、僕はね、打楽器じゃないものをね、いろいろこうやったりするんです。これとかね、ソロ版じゃないですか。ソロ版やったことあります？僕はないんですよ。ない、もうないです。今ほらね、ソロ版塾って、うん、フラッシュ暗算ってあるでしょ、あのパッ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 、ああいうのになってるみたいなんですけど、これちなみに、すごいいいメーカーのやつなんです。えグレードワン、ダイソーっていう。ああ、もうもうね、世界のダイソーです。そう、世界のダイソーです。世界のダイソーで100円で売ってました。そう、これがね、僕すごいこう音が好きでね、これで、はい、あ、すごい。そう、まあ、トニタについて、うん、いや大先輩がいらっしゃるんですけど、まあ、その人にあやかって、まあ、こういう、こんな使い方がソロ版を、はい、使ってたり。そう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 、まあ、あの人はこうやってやっ僕はこう振る感じでやってますね。まさかの16分歩出すっていうね。そうですね。まあこれね、結構割と簡単にできるので、あのぜひこれ流行らせてほしい。あ、俺しかも100円で買えるのでですね、なんて手軽な、手軽な、しかもね、その日のギャラの計算もできるっていう。もちろんそうです。あれリータちょっとおかしいんじゃないのちっつって嫌ですけどね、そんな人っていうソロ版。ソロ版すごい。で、同じく100円ショップでですね、売ってたのがこれ、これ、なんすかこれ。これあの、よくドン・キホーテに売ってるでしょ、この大きいやつ、大きいやつ。そうそう、これちっちゃいからそんなに、あれ、あーって言うんですけど、これは、こう、かわいく、かわいい。で、ちょっとこう、音程が違うの。ほんとハモってますね。そうね、これね、これね、もう散々探したんですよ。あの100円ショップの中でこうこうやって、あ、これとこれはいいなっつって、これで見つけた2人です。でこれでまあちょっとリズムのね、こうサンバの、これすごい、みたいな、面白い、はい、これ子供とかね、そうですね、聞いたらもう大きいじゃないですか、ね、これもちろんお子様も多いんですけど、うん、最近こうお年寄りがですね、これを見て爆笑するっていう、のがありました。でこれのシリーズとしましてですね、今度はこの豚でございますよ。そうそう、こちら金運が上がるの豚で、まあこれがねちょっといい音がする。ちょっと僕からいきましょうか。ちょっと声違うでしょ。あ、本当だ。てな感じなんですよ、ね、これ永遠とやってたくなります。そうなんですよ。ですね、このね豚さんはどこにいるかっていうと、これはね高速道路のサービスエリアにいます、ね、サービスエリア、どこのサービスエリア、どこっつっても、いろんなとこ売ってるんですよ。あ、本当に、ね、これがサービスエリアに売ってる。なんだろう、眠気防止とか、いや、わかんない、なんかね、うん、おもちゃのコーナーにあってね、いつも僕はこれをあのさ、ね、ツアーよく行きますでしょ、三浦さんから。だからそのサービスエリア寄るたびに物色してるわけですよ。なんかサービスエリアにこう楽器をっていうね、こうそういう観点がなかった、ね、なるほど。あのぜひね、サービスエリアと100円ショップ、うん、
とあとねあのホームセンター、ホームセンター楽器の宝庫ですのでぜひあの皆さん行ってください。でパコさんが持ってるやつ ね、 これですね、最後ねこれ、これ最近僕友達になったんですけども、かわいい、これ、うん、一体何者なんだと、犬なのかクマなのか、でも尻尾があるからもう分かんないですけど、ちょっと声聞かせてもらっていいです、うん、これあのね舌が出る、びっくりしたんですよ、さっきも、そうそう、これがまたすごいいい音で、ね、なってくれるんですよ、うん、あなんかこうパーコの顔をちょっと近づけるのかなんか似てるちょっとねこのちょっと目がね目がね似てるかもしれないですね。でこれ一応ボールになってですね、こうキャッチボールできるんですよ。あへえー、そうそう、もともとはそうやって弾ませて、あちょっとえこれ笑顔になるでしょ。これを僕はですねステージからですねお客様に投げて、はいはいはい、文字通りキャッチボールをしてるわけです。心なるほどね、素晴らしい、そうっていう参加型のライブ、参加型のライブをやってるんですけども、はい、でもこれもあのお子様もお年寄りも爆笑ですね。まあ爆笑ですよ ね、うん、これをバンって受けた瞬間クッってこうなるわけですね。なりますね、という、もう俺大丈夫かなこんな楽器ばっかりでしょ俺あのまともなパーカッショニストですからね僕一応ここまでここまでやろうってやってここまでやっといてですけども、ね、一応普通にも叩けるのでですね、いやもう、うん、今日はもともとあれですよ、はい、ね、パンデーロはこうだっていうのを、ね、そうです、パンデーロはこれだっていうのを、ね、言いに来たんですけども、なんかこっちの方がすっかり長くなってしかも、非常に申し訳ない、すごい楽しそうにしちゃったそう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 、まあでもパンデーロもそうなんですけども、やっぱりこう割とこう音程がね、こうで変えられたり、まあ、これももちろん音程も出てたりするんですけども、うん、割とアタック音だけじゃなくてですね、まあ、そういうちょっとこう喋ってるような感じ、うんうんうん、あこれですね、そうそうそう、日曜日のあれですね、日曜日のあれですね、そうそうとかやったりとかです、うん、割とネタができます、ね、ネタって言っちゃった、ネタって本気でやってますだからあのミュージシャンなんですよね、だんだん芸人の、そっちじゃない、僕もミュージシャンですねえ、きっとして、はい、今日はどんな曲を、ですね、僕はそれこそきなちゃんとかと、うん、2年前か、アルバム、自分のソロアルバムを 出しましてですね、その時のオリジナルいっぱい書いたんですけども、その中の、曲でですね、まあ、インストの曲なんですけども、うん、秋の風と書いて、秋風という曲を、やってみたいと思います、はいはい、昔ですね、僕あの好きな子がいまして、で、そのなんで好きになったかっていうと、僕みたいに秋風っていうんです、うん、で名前なんていうのって言われた時には、うん、みたいに秋風ですって言ったら、すごいいい名前って言われたんですよ。でそんなこと言われたことないから僕読めないんですよ、一発じゃ絶対ね、総一って読めたりするんですけど、でそれで、あすごいいい名前って言ってくれんだと思って、でその会うたびに言ってくれるんですよ、いい名前だよねって、ってことは僕のこと好きなんではないかと思うわけですよ、で、あそっかそっかそっかって思ながらもう全然こう関係が進展していかないですね、で、あれは、で、その子歌う子だったんですけども、で、そのある日、その譜面がその子と一緒にやることに送られてきたんです、で、譜面ってあの結構大きいでしょ、A4 の、ね、A4 の封筒にこう送られてきて、そこにすっごいでっかい字で、三谷、秋風様と、秋の風様と、秋風さん、そう、っていうのがドンって来たんですよ。で、それをまあ僕その時実家に住んでたんで、お前は俳句をやるのかと親に散々言われたで、その時の気持ちを曲にしたと。でもやっぱりその、まあ、まあ言ってもこう言ってますけど、やっぱりその秋の、僕は秋好きですから、さっきも言いましたけど、季節の中で一番好きな秋の、もうちょっとこう夕焼けの感じというかですね、それをちょっと思い浮かべていただくのと同時に、その心に吹いた隙間風、隙間風のね、今日の淡い恋心の、それを見た瞬間すべて悟りました。ヒャッと、ヒャッと、わー、まあそういう、曲なのでですね、ちょっと聴いていただいて、じゃあこの、で僕ね、クラリネットでこの曲やってもらうの初めてなんで、あ、そうなんですね、はい、これはじゃあ、なので、ドキドキ
楽しみになるんじゃないか、はい、楽しみにしております。はい、それでは、三谷さんの曲で聴かせてください。どうぞ。はい、Thank you.